では皆さんこんにちは、ジャパンコーチズアソシエーション、卓越した指導者に聞くシリーズ、今日は東福岡高校ラグビー部監督の藤田監督にお越しいただきました。監督どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お忙しい中お時間を作って、今はシーズンってどんな時期なんですか？そうですね、今選抜大会が終わって次のゴールデンウィークの大会に向かって、うん、今こう準備してると思うところですね。チームがじゃあ新しいチームになってっていうことなんですね。そうですね、うん、うん。あと1年生が入ってきて、はい、またすごいフレッシュな空気で活動してます、うん。もう東福岡ラグビー部というと、もう誰しもご存知のもう今屈指の強豪に、成長して、もうこの、10年ちょっとで全国6回優勝ですか。ですね、はい、ね、もう本当に押しも押されぬ強豪校になったわけですけども、まあ、その間の歩みをすべて見てこられたのが、コーチ監督という立場で関わってこられた藤田監督なんですけども、はい、監督まずその大きな意味でのこの東福岡の躍進といいますかっていうのはどんなところに要因があるんですか？そうですね、難しい漠然とした質問ですけど、東福岡高校のその、はい、一つの躍進っていえば、やっぱり中学校小学校の、うん、福岡県スクールって言われるところのクラブチームはすごく熱心で、うん、多分ラグビー人口としては福岡県と長崎と大阪府はい、右肩で伸びてるんじゃないかぐらいラグビー人口が多い県で、なるほど、そこでもうスクールの指導者の方とかスクールで、やっていくという環境というのは素晴らしいので、うん、まあ、そこの、各クラブの、まあ、ラグビー番長が東福岡に集まってくれてるっていう、ね、なるほど。じゃあやっぱりそういう基盤といいますか、その高校になるまでの段階もかなり充実してるってことなんですね。そうですね、その底辺というか、ピラミッドで言えば下のカテゴリーがもうすごく充実しているというのが事実ですよね。なるほど。それはやっぱり昔からで、特に近年おっしゃったように競技人口も増えてきてるって感じなんですか？そうですね、うん。あとその、近年変わってきたのが、福岡県以外の他府県の選手たちが、はい、東福岡に手を挙げてくれてるというのも大きな躍進の人だと思います。なるほど。やっぱ緑のジャージを着たいと花園で躍動している、ね、あの姿を見て、やっぱりまあいろんな意味で好循環が回り始めているということですね。そうですね、うん、は監督がコーチとしてこのラグビー部に関われてた当時、まあ、今から25年ぐらい前ということなんですけれども、はい、その時の東福岡ラグビー部っていうのはどんな状況だったんですか、率直に。うん、今とはそんな変わりはないんですけど、うん、やっぱその、やっぱりその日本代表の選手たちの活動とか、今トップリーグ、はい、今年で、まあ、終わりなんですけど、そういうトップ選手の、うん、やってる姿っていうのが今見れるようになってるじゃないですか。例えばテレビを通してとかインターネットとか、そうですね、うん、そのラグビーに対してのその、まあ、情報が増えてきたっていうところで、うん、あともう一つはその体作りっていうのも、うん、いろんな情報っていうのがインターネットを通じて、うん、知識が得るってことで、もうすごくこう25年前と今では選手たちの考え方が大きく変わってきたのは感じますよね。なるほど。うん、いろんな意味で情報が、まあね、このスマホ時代で、うん、トレーニングから、いろんなトップ選手の活躍まで見れるようになった、はあ、当時はあれですか、全国にも出られてたんですか、すでに。そうですね、はい、うん、ただまあ優勝とかいうところまではいかないですね。僕は入ってきてる前は3位が最高でしたね。うん、うんうん、毎年全国に行くような学校でもなかったってことですか？いや、それは、今年で22年連続とかなってると思うので、そうかそうか、うん、そこだけやっぱその
トップレベルって、トップレベルってどこかっていうのはちょっとまだなんですけど、ベスト8以上にポツポツと行き出したかなっていう感じですよね。うん、なるほど、はい、うん。その時の、まあ、学生さんの、意識と、まあ、今のように、まあ、全国でもう本当に強豪校に成長した今の学生さんの意識、メンタリティみたいなものはやっぱり明確に違いというのはありますかね。そうですね、正直言ってやっぱ違いますよね、うん、やっぱその、うん、日本一になるんだ、ならないといけないと思いながら生活するのと、うん、なるかもしれない、なりたいなと思うのとやっぱ違うと思うので、うん、特にこの日本一を取ってるチームを振り返ると、そこら辺の自信と責任っていうのがものすごく感じ取れますよね、うん、なるほどね、うん、まあ1日といっても1年になると365日、うん、あらゆる、まあ、トレーニングから日々の練習からそれ以外の時間の使い方まで、やはりその意識があるかないかによって大きな違いが出てくるという、大きいですね。やっぱ、うん、うちの練習時間というのはもう2時間ぐらいなんですよね。ねえ、短いんですよね。うん、あ、もうとにかくその、うん、集中ことすべてって常にあの選手たち言ってるので、はい、まあ、あの 僕の NG ワードは、だらだらするなっていうことなんですよ、うん。やっぱだらだらするような練習をさせてるし、だらだらさせるような、メニューを与えてるので、まあ、それはもう、自分だらだら感じるんだったら僕のせいだっていうことを思ってますんで、うん、もうとにかく集中こそすべてっていうことをあの言ってます。だからこそそのうーん選手の一人一人のこうラグビーを上手くなりたい、強くなりたいっていうフィールド以外のところですよね、うん、はい。だから22時間じ、まあ、ラグビー選手であるためにどういう生活をしないといけないのかっていうのは考える選手が増えてきましたね。それはやっぱりその先ほどの集中こそ全てっていうような言葉に象徴されるような、まあ、監督ないし皆さんスタッフの皆さんの選手に対する意識づけとか、はい、そういうこう、こういう意識を持たなきゃいけないというようなそういう環境づくりみたいなものがこれはやっぱりしっかり考えてされてるわけですか。そうですよね。やっぱ部員は多いので、うんうん、やっぱ目の届かないところはあるかもしれないですけど、やっぱそこら辺は自分たちがしっかりマネジメントしないといけないと思いますし、うんうん、やっぱその僕たちはタイムスポーツをしているので、はい、だからその試合に準じたようなあの練習プラン、そして強度をやっぱしていかないといけないと思うから、それが3時間、4時間の練習は適しているのかって僕は適してないと思うので、なるほど。それは私たちスタッフの練習 あのプランというのがものすごく作用するんではないかなと思いますね。なるほどね。うん。2時間の練習時間というのは、まあこれ、普通に考えればそんなに長い方じゃないわけですよね。まあそうですね。うん。多分、本当にこう集中してやれば2時間は持たないと思うんですよね。まあね、試合時間よりも長いですもんね。そうですね、うんうん、もう高校ラグビーは30分の前後半なんで、ね、うん、それでも長い方じゃないかなと思うんで。なるほど、うん、その今おっしゃった練習時間というのはいわゆるこうボールを使った時間ということで、それ以外にはトレーニングとかは、うん、あの普通にしてるわけですよね。そうですね、うんうん、ボールを使ったのはもう2時間がマックスで、集中力はもうそれ以上はもう持たないだろうと。持たないですね、うんうん、ただそこの2時間がいかに濃密になるかということが、今のその監督を含めた皆さん、スタッフの皆さんの、まあ、要は勝負というか、腕の見せ所っていうことですね。そうですね。うん。うん、なるほど。非常に合理的で、かつ、なんていうか、うん、プロ意識を感じるような、あの、早速お言葉ですね。うん、しかも、僕たち、高校ラグビー毎日練習できるんで、で必ず1週間は1日あのオフを与えていくっていうのはもう選手との公約なんで、うん、だけどなんか、6日間例えばその日曜日がゲームだったら月曜日オフにして、はい、その中でも強度っていうのを変えていかないといけないと思うから、
ずっとその試合前までずっと強度上げていってもダメだし、そこで、うん、上げる日落とす日もう完全にあの選手とスタッフが合わない日とかを作ってるんで。ああそうなんですね。それはあれですか、もうその就任当初から変わらず、その25年前から変わらない一つのポリシーなんですか、それともやっぱり今のいろんな条件環境を考えながら徐々に変えてきた部分があるんですか。まあ、正直言って、はい、こんなあの耳当たりのいいことを言えるのはやっぱりその結果が出て、うん、こう言えるんですけど、まあ、監督10年前の僕が引き継いだのはちょうどあの、はい、全国大会3連覇中だったんですよね。はいはい、ああそして、まあ、史上2校目の4連覇の代に僕がもらって、うん、もう早速新人戦であのそれまで谷崎先生がもう国内80何連勝っていうのをありましたね。ああで、うん、早速僕は新人戦の決勝で福岡県の筑紫高校とかで負けるんですよ。ああそれはものすごい、すごいですね、重かったですねそれは。そうで、うん、まあとにかくもう練習のハードなことを、まあ、正直で監督として勝ちたかったから、まあ、4連覇したいと、うん、いうところでもう何ですかね、4時ぐらいから練習始めて8時ぐらいまで練習してましたかね。それで結局その1年目の全国大会は行くんですけどベスト8にで負けてしまうと、うん、で、はあ、でそれからまた練習をハードにして、うん、はあ、たらまた負けてしまうと、なかなか届かない。でその時の2年目のところで、うん、ある選手が、あ僕はあの教室から降りてきてた時にあのキャプテンだったかリーダーだったか、はい、もう練習行きたくないって言い出したんですよね。なるほど言い出したという、僕が後ろにいると気づかずに、あ喋ってたんですね。また練習だとか、うん、わなんか行きたくないって、レギュラー陣とかあのリーダー陣ですよ。そこで自分がなんか自分自身情けなくなって、うん、なるほど、このまま階段上に上がっていったんですよ。うん、あだから僕は変わらない、チームは変わらないし、いくらこんなハードな練習を抑え込んでやってもこれ意味がないと思って、うん、ちょっと変えてみようと思った。でいろんな、トップリーグのチームとか、まあ、同級生に相談をしてっていうところですね。そしたらあのこの周知こそ全てだっていうところにたどり着いて、なら自分がしっかりとゲームプランを、あ、すみません、練習プランを作成しないとダメなんだっていうところに徐々に行き着きましたよね。やっぱりそのものすごい方から、チームを引き継いで、そのプレッシャーも多分あったのかもしれませんよね。そうですね、うん、で自分のためにそう結果を残さなきゃいけないと。そうなんです、もう正直言ってそうです、うん、もうフォープレイヤーじゃなくてもうフォーミーになってましたね。そういうことですね。あでそこで、いやだからそれ後ろから立ち話聞けたっていうのは何かその神様の導きかもしれませんね。もうそれ大きいですね。ねえ、それしかないです。でもまたその時に お前何言ってんだとか言う人もいるでしょうしね。監督の中身は、お前俺後ろいるぞみたいな、いやだけど本当あの時の心境っていうのはまだ鮮明に残ってますよね、うん、だって好きなラグビーを東福岡に来てくれてやってくれてるのに、まあね、しかもレギュラー陣っていうのは、まあ、優遇されてるじゃないですか結果が出てるからね、はい、その子たちがそういう発言を、ね、させてしまったってことにすごくこう自分の無力さっていうか、さっき、うん、あの言われたようにもう誰のためにコーチングしてんだっていうところですよね、うんうん、でそこで、まあ、それがハマったかわからないですけど、やっぱ集中してとにかくオフを明確に作ってあげて、練習時間も、遠いところから電車で1時間半とか2時間かけて来てる子もいるので、
結局その授業の始まりって変わらないじゃない、9時から始まる、はいはい、で練習いくら遅く してても、まあ、10時は始まるわけではないので、はい、そこでやっぱそのトレーニング食事睡眠このビッグスリーがしっかりあのバランス取れてないとこれはもう強いチーム強い個人はできないっていうのは、うん、まあやっぱそこら辺がだんだんこう理解できてきてっていうところですね。今ちょっと昔のデータ見てると、まあ、3連覇が終わったのが平成23年で24年にもうあの優勝は途切れてますけど、はい、その3年後ですか、あの五星実業に圧勝した決勝ですけど、はい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 、あそこからまたあのそういう全国のまた歯車がこう回ってくるわけですけども、その 2,3 年のうちに今みたいな出来事があったわけですね。そしたらそうですね、1年目2年目にその出来事があって、うん、監督1年目の時にそのまあその優勝したのが、まあ、同級生っていうか監督1年目と1年生が入ってきてくれた、そういう子たちはもう3年、で、僕はお世話になってた体育の陸上の先生がいて、はい、藤田って、まあ、東福岡みたいなビッグクラブを、ね、監督をもらって、うん、とにかく、まあ、とにかく覚悟を持てと。だからもう3年で結果出せなかったら身体伺いを出しなさいって言われて、うん、厳しいなって思って、まあ、まあ3年、まあ、結果っていうのは優勝ですよね、そういうことですね、うんうん、でその3年目がこれだったわけですね。そうですね、まあうまくはまったんですけどね、うん、だけど、うん、そこでその選手たちにもうラグビーでお腹いっぱいにさせないっていうのはうまくいけたかなと思いますね。で1年置いて、もう一回まあ全国取られてますけど、その辺はもう監督の、さっきのいろんな出来事を踏まえた、まあ、ある種藤田流の指導がもうこう軌道に乗ってたような時期ですかね、うん、そしたらそうですね、うん、でまあそれがもう部としてカルチャーになってるんで、うん、なってきたんで、うんうん、そこら辺はまあその優勝したいってその優勝した時とはちょっと違った優勝でしたよね。うんうん、なるほど。25年というともう大きな世代が一つ変わるぐらいの時間なので、うん、当然多分社会の関係はもちろん今みたいにスマホもなかったし、インターネットが始まったかどうかぐらいの時ですよね、おそらく、うんうんうん、それでもうこの25年経ってやっぱり高校生といえどもその社会の影響ものすごく受けて変わったでしょう、うん、やっぱり。いや全然変わってますよもうね。えはい、だからそこの戸惑いとか、うん、常にやっぱそういうところは合わせておられるわけですか、やっぱり。まあそれですね、うん、やっぱりそのさっき言ったその NG ワードっていうところで、はい、昔のチームはとか、うん、まあよく僕たちはその僕たちの若い頃はこうやったとかいうのはもう、うんうん、僕らはこれも言っちゃいけない言葉だと思うんで。なるほど。やはりこの時代の流れに絶対にこう乗っていかないと、うん、これはもう選手に対して僕は失礼だと思うので、うん、もうそれはもう常に考え方を変えていくっていうのは、ね、やっぱそれが進化する一番の要因だと思うので、うんうん、まあ、特に変化の激しい25年だったとは思いますしね、そのさっきの、生徒もいろんなことをもう調べようと思ったらほとんど調べられるでしょうから、はい、トレーニング方法にしても戦術にしてもです、ね、例えば そんなことであれですか、やっぱりなんか生徒からの意見が出るようになったとかそういう部分もあるんですか、やっぱり戦術とか、うん、そうだから、あんまし僕たちはミーティングに入らなくて、例えば昨日のゲームさっきまで選手たちミーティングしてたんですけど、はいはい、まあ、自分たち映像を見て、まあ、自分のパソコンとかコーチのパソコンを借りて自分たちで巻き戻したりスローして、うん、ああでもないこうでもないって言って、うん、こちらのトップダウンではなくて、うん、まあ、選手たちで遠目からその聞いてたら、ああ、うん、
僕たちが気づかないようなことも微調整してるなっていうところをすごく感じますよね。すごいですね、やっぱり。まず一昔前では考えられなかったでしょ。ですよね。ね。あとその、まあこれいいことなんですけど、うん、優勝するって勝ってるチームっていうのはすごいモチベーションが高くて、はい、やっぱ自分自身ですモチベーションっていうのを維持できる、向上できる選手が多いんですよね。うんうん、その一つとしては、例えば相手の分析をしてください。うん、こっちで頼んでくるわけですよ。なるほど。うん、で逆にこう、まあまあそう、こう優勝できるかなってチームは、まあ、相手のラインアウトどうなってるの、でそこからスタートするんですよね。で、今、うん、今年選抜大会優勝できたんですけど、今年の、あのメンバーはそのラインアウトの分析をしてください、逆にこっちに問いかけてくるわけです、うん、ああで僕たちこう思いますってどうですかっていう、やっぱその向こうから提案して、ね、こちらに質問を投げかけてくれるっていうところ、うん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 、やっぱ問題意識がもうすでにあるということですよね。ですね、うん、でまず自分の答えがあってどう思いますか、普通逆じゃないですか、はい、こうこうこうお前どう思うったらだけど、うん、すごい自分の意見があって、問いかけてくれるっていう選手が多いので、うん、ありがたいですね。でその答えに達するまでに当然選手間同士でいろいろ議論して、うんうん、ああした方がいい、こうした方がいいっていう上で多分監督に持っていくんでしょうから、やっぱり非常にそのなんて言いますか、問題意識が高いということですね。ですね、うん、はあ、まあ、よく言われるスポーツのインテリジェンスというか、うんうんうん、一昔前だと多分バーッと監督の前に整列して、あの監督が話聞くのを黙って待ってるみたいな、うんうん、そういう大会系でしたよね、やっぱりこう。そうですね、それがもうすでに IT の力もあり、うん、そうしたあのスポーツの戦術みたいなものも随分とあの普通にみんなパソコンで調べられますから、一通りそこまで全部議論をして自分たちのなりの答えを持ってから聞きに行くと、ここまでするわけですね。でもう一つは、まず選手たちに常に言ってるんですけど、はい、多分監督コーチ陣の言うことだけ聞いていけば全国大会に行ける、そして、うん、ベスト8ぐらいまで行けるだろうと、うん、でそれ自分の言うことだけ聞いてくるんですね、はい、それ以上聞きたければで君たちの考えとかを、ミックスしないといけないし、ましては自分たちの考えを優先しないとあのベスト4優勝はできないよっていう。なるほど、うん、まあ、簡単に言うと、うん、自分のコーチングだけを信じるなと、うんうん、いうことは選手たちに言ってます、ね、ベスト8で終わりたければそれでもいいけど、うんうんうん、その上目指したいんだったらしっかり自分で判断決断行動して、ね、もう自分たちの考えを優先するようなチームにならないとダメよって言ってますね。なるほどね、あ、そうか、さっきもちょっとお話ししたんですけど、部員がものすごく多いじゃないですか、はい、で当然試合に出れる選手っていうのも全員が出れるわけじゃ、まあ、あの一番トップのチームの試合に出れるわけじゃないと思うんですけども、その辺のやっぱりチームのモチベーションのマネジメントって言いますか、まあ、理想は本当に一人一人に至るまでっていうことだと思うんですけど、うん、その辺についてはどうですか、このビッグクラブゆえの悩みというか問題だと思うんですけど。そうですね、うん、だから本当に結果が日本史っていうところが本当にハッピーなのかっていうのはすごく問いかけますね、自分自身。なるほど、うん、結局その日本史のフィールド、まあ、優勝するとか ベスト4に行くフィールドに立ってるのは15人しかいないので、はい、でプラス135人はどういう思いでいいのかなっていうところは常に問いかけて、うん、まあ、なかなかその自分一人が150人の選手に一人一人声をかけるっていうのは時間的にっていうのもありますし、はい、もうやっぱ部活動の一環としてラグビーやってもらってるんで、うん、あと通して人間育成っていうのが一番の目的なんですけど、はい、そこにはなかなかその結果を求められる人間育成もしていかないといけないっていう、うん、本当そこでこう
常に自分に問いかけてるところですよね。本当にラグビー、うん、うちのラグビー部にいて本当に幸せだったのかなっていう、うん、それはじゃあ今も答えが見つからないということですね、そこについては、うん、や自分がやれることっていうのは、まあ、一人一人こうね、うん、あのやってる姿を見てあげて一言二言でもいいから体大きくなったなとか今のパス良かったよっていうところの、うん、ショートコメントっていうことを投げかけてあげるっていうことが今は自分にできることなんで、それは取り組んでますね。あの選手間のこうコミュニケーションっていうのもすごく大事だと思うんですけれども、あのかつてのように上下がものすごく厳格で、うん、1年生からしたらもう3年生がもう神様みたいなね、まあ、そんな時代も昔あったと思うんですけども、うん、今はあのどんな状況なんですか？まあ、うちのクラブに関してはすごく、はい、まあ、フラットで、うん、まあ、その一つの要因というのは3年生が、はい、もう、まあ、言葉で雑用と言われることを全てやるんですよね、はい、うん、例えば掃除道具の、出し入れ、うん、ですかね、まあ、そういう、まあ、合宿の準備とか、はい、うん、まあ、3年生が全てそれをあの仕事をやっていくので、うん、まあ、1年生が一番、ラグビーに集中できるということは、まあ、そういう、活動をしてますんで、うんうん、で、まあ、もう一つはうち男子校という要因ですごくこう縦のつながりっていうのはうまくいってるんじゃないかなと思います、ね、なるほどね、うん、それもまあやっぱり監督の目が全部行き届くっていうところも補い合う重要なあれですよね、そのチームをいかに。です。うん。ってことはやっぱキャプテンとか、うん、そのキャプテンに準ずるようなリーダー格の上級生っていうのも、これ監督と同じぐらい大事ですよね、おそらく。ものすごい大事です。うん、で結局僕はその、今こういうコロナの状況とか、はい、まあ、まあ、これからいろんな有事が、起こってくるかもしれないんですけど、うん、まあ、リーダーがいれば僕は大丈夫だと思うんですよね、うんうん、一番の、必要なことは僕はリーダーだと思うんで、もうラグビーを通してのリーダー作りっていうのは一つの僕の使命かなとは思ってます。なるほど、うん、だからそのキャプテンリーダーっていうのはものすごく僕にとっての大きなその存在であるし、うん、うん、でラグビーってスポーツは監督、試合中は監督の言うこと聞かなくていいじゃないですか。そうですね。すべてキャプテンが決めていく。うん、あ、そこでた例えばベンチでこうしろっつってキャプテンが首振って違う選択しても、なんで俺の言うこと聞かないんだって言っちゃいけないのが監督ですから。うん、それが僕はラグビーだと思ってるんで。いや、ラグビーは特に、他のスポーツもそうですけど、ラグビーは特にそういうフィールドのキャプテンっていうのがものすごく、占める割合が高いじゃないですか。はあ、はい、で、なんか絵に描いたようなすごいいいキャプテンがいますよね、うん、優勝チームには。なんか、うん、だからこのラグビーっていうスポーツは本当にその監督と同じぐらいキャプテンとかそういうの大事だなっていつも見てていつも思うんですよね。やっぱりそういうものは、そういう選手っていうのはなんかやっぱり最初からちょっと、あ、こいつすごいなとかいいなとかっていう 目をつけるもんなんですか？うん、そうですね。やっぱその、うん、そういうなんか僕そのキャプテンとかリーダーっていうのは自分が挙手してなるもんじゃなくて、うんうん、周りから、あ、このいつ、まあ、いつの間にかキャプテンリーダーになってるっていうところだと思うので、うんうん、やっぱこう立ち姿であったりこう目の、 輝きであったりっていうのは、うんうん、あ、この子は多分リーダーキャプテンになるなと、まあ、1年入ってきた時からとか、まあ、中学校のリクルートをする時とかもそういうのありますよね。うん、そうですね、うん、まあラグビーにかいやスポーツに関わらず限らずその、まあ、組織を作る上でもね、多分その、社長であったり、リーダーであったりっていうのはそういうこう自分の思いをちゃんとつい理解をして現場をまとめてくれる人って絶対重要ですよね。
そうですね。そういう意味でやっぱり部活動の指導というのも監督が全部することじゃなくて、やっぱり、子どもたち同士で解決した方がいいことも多分たくさんあるでしょうし、うん、その辺のやっぱり子どもたちに委ねるとか任せるとか、任せる、しかもその、リーダー格として、まあ、キャプテンみたいな人がいるっていうのも多分すごく重要なんでしょうね。ですね、うん、あの同じ優勝するにしても、さっきの話戻りますけど、自分の言うことを聞いて優勝するのと、はい、自分たちが作り、選手同士が話し合ってチャレンジして失敗してトライアンドエラーの繰り返しで勝ち取った優勝は喜びが何十倍も違うと思うんですよね。やっぱそこをしっかり感じてほしいなっていう、うん、その成功体験というか、成功体験ですよ ね、うんうん、まあ、それが一番の成長ですよね。そうですよね、まあ、さっきおっしゃったように部活動なんで、当然け、まあ、東横浜みたいな高校だと結果もものすごく重要ですけど、うん、究極的に言えばやっぱり高校生ですから、うん、その先の人生にいかにそのつながる人格形成や経験ができるかっていうところが、まあ、あの一番重要ですもんね。ですね、うん、うん、なるほど。そのさっきちょっとお話出ましたけど、トレーニングなんかっていうものも随分考え方が変わったでしょうね、おそらく。ですね、変わりましたね、全く、うんうん、もう180度ぐらい変わりましたね。やっぱそうですか。うん、さっきあの睡眠とか食事とかっていうのもあのおっしゃったんですけど、はい、その辺も昔というか20年前っていうのはなかなかトレーニングとみなされなかったんじゃないですかね。ですね、だから、うん、例えば今日ウェイトね、ウェイトトレーニング言ったらみんな、あ、今日練習休みって感じだったんですよね、20年前は。うん、なるほど。ベンチプレス台は僕のベッドって言ってる子もいましたからね。うん、だけどそのやはりこの日本代表が、2015-19 とワールドカップで躍進した背景にはやっぱトレーニングなしには結果出なかったっていう、そういう情報も彼らは知ってると思うし、うんうん、だからそのウエイトトレーニングの大事さ、その後の、取るべき食事、うん、だからうちは、昔根性飯とか絶対させないんですよね。はい、だからこう米を何合食べろとかそういうことは言わなくて、まあ、しっかりとした栄養士の方が講習をしてくれて、うん、取るべきもので取るべき栄養を理解すると、そしてしっかり睡眠を取るっていうのは、この本当3つのバランスが整わないと選手っていうのはもう育成できないと思うんで。うん、そうか。まあ、本当にあのいろんなお話を聞いていても、やっぱり今の時代や環境やあのそうした科学の成果みたいなものも、非常にうまく取り入れられて、今時の、スポーツ科学といいますかね、という部分と、あのマネジメント論というか、組織論というか、うん、そういうところが、うまくはまっていく、そういうハマるようになんていうんですかね、調整していくというか、うん、アレンジしていくのがなんかこう監督という立場なのかなというのは今話を聞いてて、なんかこう、ね、一昔前の監督っていうと自分が先頭に立ってですね、うん、こう、まあ、もちろん今もそういう部分はあると思うんですけど、もう四六時中先頭に立って鼓舞して、うん、大声張り上げて、うん、汗をかいて涙流してみたいな、こう熱血感監督っていうのは、まあまあ一昔前の部活動でしたら、うん、今はやっぱりその時代の変化も含めて、さっき私申し上げたようないろんな要素をうまく回るように、アレンジメントするって言いますかね、なんかそういう調整機能をものすごく監督って求められるのかなと、うん、あのお聞きしてて思ったんですけども、だからこう僕監督って何ですかって、僕は総合雑務だと思うんですよね。はいはいはい。だからいろんなことをしていかないといけないし、うん、まあもちろんグラウンドマネジメントもしっかり、うん、あの選手たちを送り出す進路指導であったりで、中学生とかをリクルート、逆に入ってもらうリクルーターであったり、うん、OB との調整役であったり、うん、学校との交渉の窓口であったり、うん、あと
講演してくれる人とか応援してくれる人の、ね、あのお願いに行ったりとか、うん、うん、そのグランドでこうね先陣立ってこう指導するって誰でもできるじゃないですか。まあまあ、うん、まあ、体があればコーチがね、コーチが、でそのそういうところをこうコーチたちがコーチングしやすいような環境とか選手たちが安全に練習試合ができる環境を作るっていうのは一番僕たちの、あの監督っていう立場の仕事じゃないかなと思いますね。なるほど。いや本当にあの今日はこの短い時間の中でもなんかその藤田監督が、実践をされている監督像みたいなのがすごく伝わってきて、ご覧になっている方も非常に、ヒントが多い対談だったんじゃないかなというふうにあの非常に思いました。今年といいますか今年度っていうんですかね、またあの冬の、大会に向けて東福岡らしい、うん、ラグビーでまた花園を沸かせていただきますように心からお願いと、そしてまたぜひあのこのジャパン工事アソシエーションのご活動にも、はい、あのぜひちょっとお時間の空く時で結構ですので、またいろいろとご協力いただくこともお願いして今日の対談を終わらせていただきたいと思います。監督どうもありがとうございました。ありがとうございました。